神仏混合というのが平安時代ですよね。平安時代ぐらいに、できました。これはあの、まあ、昔日本は、まあ、昔からの日本の神様を祀ってたわけですよね。でもその厄災が多すぎて、であのこれを、まあ、治めるにはお姿が見える、ものが欲しいというのが、まあ、出てきてるわけですね。これは、まあ、後のそのキリスト教の伝来でそのキリスト教徒になる方が多くなった理由の一つでもあるんですけど、日本の神様というのは お姿を描いたものが基本的にないんですよ。一応、まあ、男の神様とか女の神様とか言われてますし、その、まあ、いくつかのその神社の神様というのは描かれたりはしてるんですけど、世の中にね。でも大元になるものはないので、常にちょっとまあその辺が不安に思っていた部分ですよね。まあ中国、今まで言う中国ですよね。中国やインドとの交流がありましたから、昔から。その中で、仏様っていう、要するに物体として見えるものがあったわけですね。それを、まあ、日本は導入して神仏混合という状態になりました。でこの状態がしばらく続きまして、でお寺さんと神社が一緒に隣り合っているっていうような感覚の部分があって、で、まあ、その間っていうのは生きているもの、生きるものから死に至るものまで全て含めて、両方祀ってたんですよ。でそれがいいか悪いかっていうのはまあ別問題なんですけど、よりやはりそのものがとして見えた方が崇拝しやすいということで、お寺の信仰っていうのは結構強くなっていくんですよね、その加減で。でまあ神様にお願いしたり仏様にお願いしたりなんですけど、仏様っていうのも海外の神様ですから、まあ一応神様は神様ですよね、ということなんですよ。で日本ではもっとこう住み分けができてきて、その死に至るものは全てお寺の関係、仏様と、で生生まれてから、生きてる間は神様という、日本の古来の神様を、まあお祭りすると、そういうような信仰の状態になってきました。でもその中でやはりその死にというのは恐怖感のものじゃないですか。恐怖感にあるものの方が強いわけですよね。だからお寺の信仰というのはどんどん強くなっていっちゃって、今、まあ、明治の時代に、あのお寺と神社、まあ、ちょっと勢力的にすごく強かったっていうのもありまして、分離しなさいということで、一緒になってたらもう分離しちゃったんですよね。だから昔はここにお寺がありましたとかいうところが神社内結構あるんですけど、そういうのはそういうことなんです。でまあキリスト教もそうですね。キリスト教も、まあ、マリア像というものがあり、キリストの、まあ、像が、まあまあ、あるわけですね。あの描かれているものが、でまあ、ギリシャなんかも、まあ、ギリシャの神様というのはあの彫刻であったりするわけですね。で、まあ神様とじゃあ仏様はどちらをお参りした方がいいんですかっていうようなお話が、まあ、割とあるんですけど、まあ難しい話をすれば、日本古来日本の神様は日本人をお守りしますよね。でも海外の神様はじゃあ日本人をお守りしてくれるんですかという話に近いことになってくるわけです、だんだん。でこれは今パワースポットで有名な神社しか行かない人と一緒です。だからあの地元の神様をお参りしないでパワースポットって言われてる神社に行っちゃうと。だから要は自分の近い人、
近い神様をまず信じにしなさいと。で、神様と仏様は、まあ、比べてはいけないんですけど、まあ、比べるものではないと思うんですけど、ただしやはりその神様というのは日本古来の日本人をもともと守ってきた神様なんですよ。仏様は海外の神様ですよ。でどちらを信じた方がいいですかという話になった時に、やはり神社で、でさらに鵜砂神ですね、地元の神様をお参りした方がいいんではないでしょうかと、いうのが、まあ、答えになるのかなと思います。またこの話をね、まあ、する機会があったらちょっといろいろな話をしてみたいなと思います。